福岡県では、今日、新型コロナウイルスの感染者が六千八百八十一人確認されました。七日連続で、前の週の新規感染者の数を下回っています。新規感染者の内訳は、福岡市で二千七百六人、北九州市で千百四人、久留米市で七百八十二人。県が管轄する地域で二千二百八十九人です。 60代以上の男女18人の死亡が確認されています。最新の病床使用率は73.6%で、前の日に比べて2.4ポイント減っています。重症病床使用率は4.1%です。佐賀県では、1962人の感染と3人の死亡が確認されました。全数把握の見直しについて佐賀県は、 療養証明書の発行がスムーズに行えるよう国に申し入れを行う方針です。